スタートはまず渡辺雄太選手がまず取りにいきましたね、1番の渡辺選手が取りましたので、ここは1番、5番、7番ですね、南関東勢が前です、そして中段には関東勢となりますね、2番の宿口選手がいますので、増木選手が上昇してきて、鈴木隆二選手という形で関東勢が中断です。 そしてこうなってくると近畿勢が後方ですね、中西選手、村田選手、河村選手4番、3番、8番という並びで最後方となります。このレースは綺麗な3分戦となるのでここは増井選手がこの中では主導権を取るのが一番確率が高いラインですのでねそこに中西選手が挑んでいけば渡え雄太選手の出番。 なんですけども、やはりここは、増木選手の攻め方がね、やはりそつのないレースをしてきましたね、前を取った渡辺裕太選手、番手には鈴木宏選手、3番手には、ね、松谷選手なんですけれども、まあ、この渡辺裕太選手の動きが非常に内も外もね、空いたらすかさず攻めますのでね、今回のこのレースも内側を救いにいったところを、増木選手はね、それに屈せず、 積的に叩きに行ったところがポイントだったのかなと思います。 えあとはえ9番のマス選手の後ろでいるえ2番の宿口選手ですねえスキーエース派になってから少し低調気味だったんですけどもえ前回の福井の記念でもねえ逃げて2着にな赤番から逃げても2着になるようなねえレースもしてましたのでえやはり練習はしっかりとしてるのかなと思いますいつまあこの結果としてね出るのがえー、きっかけとしてね出るのかなっていうのが楽しみな選手ですよねえなのでえ残り2週半 ですかね、中西選手が早めに増木選手を抑えて赤番ではもう先頭に立っていましたよねそこに増木選手が追いかけていきながら主導権を、ね、取りに行こうと思っているんですけども中西選手が全開で打損で踏んでいますので、ねまあ、ここで中断に。 杉選手が入ったと思ったんですけれども、まあ、ここは、えー、そこでね、甘んずることではなく、えー、前に踏んでいったんですけれども、まあ、3番の村田選手のけん制が非常に、えー、厳しいものがありましたので、よく宿戸口選手、これ、ついていったなっていう、逆にね、えー、すごかったなと思いますね、えー、そしてもう中西選手を乗り越えてしまったら、もう宿戸口選手は後ろのね、まくってくる。 渡竜太選手を見て、け、え、ん、ー、制をして前に踏めばいいわけですから、まあ、ここでね、行、えー、かせずにけん、えー、制をしながら前に踏んで、増木選手をね、好調の増木選手をかわしたというところが、柳口選手の,この成長というかね、えー、しっかりと練習もしてきて、身になってきたんだなというところを感じましたね。えー、素晴らしししいといいとう着順ででゴールいたしましたま、えー、選手、まあ、関東の後輩なんで非常に 良かったなと思います。はい、10レースでした。